これメンツ的にノブは大将になるんですかね。ですかね。セレムラ、ジンペイ、ハマハ、2代目ハマハ、そしてノブですから、ハハね、対するはジー君ですね。結構誤解があるみたいなんですけど、千葉にもジー君っていうのはいるんですが、まあこちら東京のジー君の方ですね。キャラ性能としては素晴らしいタッグを組んでいます。カズヤボブ、カズヤボブ、はい、やはり三島家、三島家というのも強いんですけれども、コマンドテクニック上の安定のしなさだとか、大会の安定のしなさだとか、はい、そういったところを考えると、やはり三島ボブとかっていうのはかなりいいタッグと言えるでしょう。そうですね、結構三島家はそのタッグアサルトに使える技が限られたりとか、はい、なるほど、そのあたりでちょっと組み合わせてもあんまり、そんなに、まあもちろん強いんですけど、もっといいタッグもあるとっていうのはありますからね。そうですね、まあ、そういった中で大会でも安定した大会、成績を残せるキャラでありましょう、ボブを起用しているのは正解だと思います。そうですね、硬いキャラと組み合わせるのは特にいいですね。そうですね。さあ、しかしここでノブがしっかりとコンボを決めていく。さあ、前走体が早すぎた。おー、すかし確定、素晴らしい風神拳から、これは決まる。でよ、さあ、ジー君がまさかりジンから1ラウンドを取り返す、取り返すじゃないですね、1ラウンド目は取ってます。もうマジで剣にしか見えねえ。このかかと落とし系繰り出されるとちょっと笑っちゃいますね。剣のさあ、フェン対カズヤ。今回このフェンというキャラ、かなりキャラ性能が高いということで。そうですね、かなり何でも屋ですね、はい、そうですね、2択もいけるし、細かくもいけるし、はい、まあ、困るシチュエーションがないっていう分、正解を選択するのが難しい。あ、まあそうですね、選択肢そのものはいっぱいあるので、はい、使いこなすのは大変な、クロート向けのキャラなんですけども、そうですね、まあ、その分使いこなせば非常に強いキャラクターですね。まあ、やはりこのノブのようにフェンをかなり使いこなしているように今のところ見えるんですが、これを使えるとかっこいいですね、はい、ですね、はい、おっと、さあ、かっこいいコンボ、追い突きチェンジ、楽しいですね。まあ、特にこのジンはあの追い突きの包丁が非常に短いので、はい、空中コンボのつなぎにね、かなり使いやすいんですよね。なるほど、それをすることには相手の回復可能ゲージである赤ゲージも削り取ることができると、はい、まあ、そこはかなりそのキャラの強みですよね。なるほど。さあ、ラウンドは1対1だが、試合展開はシーソーゲーム。さあ、これは謎のスカリだが、今回これが強力な奈落払いから、いやいやいや、いろいろある、カウンター、どうだね、うわ、さあ、豪走体でリターンを取りに行ったが、ジー君がしっかりと対応して、まずはリーチ、当て身、対象座ですね。いやー、よく見ている。そうですね、置き攻め、ここはフェンにチェンジ。さあ、2発目の射がっているのはさすがのノブですね。さあ、ショートアッパーから切り込んでいって即復体、安定行動。さあ、右横移動でうまいですね、確にいった。ここで剣が出てきてフェン、剣が出てきてフェンですね。さあ、チェンジの隙を見逃さない、壁コンボが減る、1ドット残っている。さあ、どうなる、これはチェンジでしょう、最速実験レイジですからね、ここでフェンが、あっと出していく。さあ、これはライトゥーザバ、いやー、これはこれは分からない、分からないぞ、バウンド、いやー、どうなる。さあ、クラッシュを使ってしまって、これは読まれている。おー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 、どうなる、どうなる、どうなる、ロー、さあ、KO グレート、ワンドットまで追い込まれた状況からノブを読み勝って、さあ、会場の方もニコニコ動画のコメントの方も盛り上がっております。今のは熱い展開ですね。いや、我慢しましたね。おっと、これは、あ、2代目ハマハーが、じゃ、大将が2代目ハマハーってことなんでしょうか。そうですね、2代目ハマハーゼルっていうプレイヤーですかね。はい、そうですよね。 Get ready for the next battle。 あ、いや、これセレムラーさんじゃないかな、あれ違う、キャラがちょっと違う感じなんですけども、誰だろう。これはジャック・ボブですね。
ジャックボブ今いないと思うんですよね。なのでミスか、どうなんだ。さあ普通に試合をしてますね、はい、さあ筐体審判、これはパンフレットと違ってますが大丈夫でしょうか。さあデイ筐体、筐体審判の方は大丈夫でしょうか。ジャックボブですね、大丈夫か。ちょっとねノーカードなんで誰がやってるかちょっとわからないんで。そうですね、一応ちょっとパンフレットの方で確認しましたところ、ジャックボブというキャラはいないということでプレイヤーの方はわかりません。はい、お待たせしました。今2代目ハマハで会ってるんですね。はい、情報が入りました。大将に出てきてるのはやはり2代目ハマハですね。はい、まあ、やはり埼玉のプレイヤーなんでしたっけ、2代目ハマハですね。ボブジャックで登場。先ほどコメントでもありました、本当に今回の大会ボブがまあかなり多いとですね。ボブが何人だっけ。ですね、まあ、人数的には予想通りラースが多いんですけれども、そうですね、2位にキャラ別使用人口では、今大会ラースが1位106人、はい、そして2位がボブで63人、はい、そうですね、3位がアスカなんですよね。あ、なるほど。52人。なんかこれはキャラ人気的なところがあるのかなと。そうですね、キャラの強さというよりも、結構アスカが好きだみたいなプレイヤー多いんじゃないかなと。アスカ5人とかありましたからね。はい、まあ、そんなわけでボブはかなりこの大会では見ることの多いキャラクターですね。そうですね、まあ、ただこう見てみると難易の高いプレイヤーにかなりボブが集中してるような印象も。それはそうかもしれないですね、はい、まあ、この筐体、配信筐体だけの話かもしれないんですけども今のところはそういった印象ですね。さあ大将と出てきている2代目ハマハーが G 君に追い詰められる形となっている。さあチェンジで、これはコンボにはいけない距離。さあ今回のマスターカップ、4チームから5チームのブロックでトーナメントを行いまして、そこで優勝した1チームのみが二次予選に行けます。二次予選なんですよね。はい、そして2位と3位がワイルドカードに駒を進めます。そうですね、このワイルドカード、62分の1の確率ですか、二次予選にはいけないということで、はい、そう、ワイルドカード62チームのうち優勝した1チームが二次予選に進めると。なのでやはり大将ここで負けてしまうとワイルドカードを余儀なくされてしまうと。はい、さあ2代目ハムハーしっかりしてますね。スカシ確定に頭突きを入れて1ラウンドを取り返す。この G 君も大将なんでしょうかね。ですかね、こちらの方で確認が取れません、申し訳ございません。ちょっとね、情報の方が入ってきてないんであれなんですけども、まあ、多分展開的には大将ぐらいの状態なんじゃないかなと。そうですね、とは思います。さあ、タンベンのガードしてワンロー、右アッパーがカウンターヒット。レイジ状態なのでかなり減っている。そうですね、これはチェンジを借りたかったが、あまりにも素直なチェンジで対応できなかったか。いやー、よく見ている、よく見てますね。ゆいで下段を取りに行って、これでファイナルラウンド。さあ、このジャックというプレイヤー、非常に初心者の人気のプレイヤーなんですけども、ポテンシャルがまあ、低くはなく使いやすいので大会でも安定しますね。まあ、ジャックはやっぱり簡単なのがいいですよね。そうですね、ただ苦手キャラが多いということで。そうですね、体がでかいせいでちょっと移動性能とか悪いところとかあったり、ね、まあ、反撃技がちょっと弱い部分もあったりと。そうですね、まあ、欠点もはっきりしているというキャラですね。タックアサルトを決めて、さあハイスタンダードキャラのボブと最強キャラの三島和也で、これで大将の2代目ハマハを下したG君ですね。さあ試合の方行われている筐体の方はどうなっているでしょう。 A か B ですが、カードの方はどうなっているんですかね。さあこれは A 筐体、 A 筐体ですね。はい、さあ今回ね、やはり配信映像の方もそうなんですけれども、かなり三島家の参加率が。そうですね、三島も多い。そうなんですね、実はその
それぞれの個別でラースが一番多いっていうのは、まあ、大方の予想通りなんですが、はい、タッグでの使用率ランキングだと、まあ、1位の方がですね、平八和也ですね。なんと22人が平八和也タッグを使っていると。そうなんですよね、まあ、対する、まあ、その一番多いラースは、まあ、なんと予想に反して5位と。そうですね、あの組み合わせ的には2位なラースが、そうですね、まあ、キャラとしては申し分ない10人、はい、という形で。しかしダブルスコアの差をつけて和也平八が一番使用率が高いと。やっぱりそのこの鉄拳において三島っていうのは主役なんで、はい、とキャラの見た目とかで選んでる人が多いのかなっていう。なるほどですね、な気はしますね。逆にラースはどっちかというとなんかジョーカー的な、はい、トランプのジョーカー的な位置で俺はこのキャラ使いたいんだけど相方悩んでるからじゃあラースにするかみたいな選ばれ方をしてる。非常に高い凡庸性でですね、そういう印象が強いですね。さあ早い展開で2ラウンドを先取しているのは2代目のアラクマン。さあ奈落払いが2発目下段まで通ってこの火力になってしまいます。さあこれはチェンジするしかない。さあリンネでチェンジ際をフォローして、さあ鬼昇龍は入らない。壁に追い詰められた形となっているのは2代目ナナクマンだが最速有人拳が刺さる。さあ純正三島対決ですからね、これは最速有人拳のお互いの精度に注目したいと思います。そうですね、そこで決まっちゃいますからね。そうですね。さあ平八対決となっている、まあ、これは確定反撃でかかと切りを入れて、そうショートアッパー LP アパストですね。2発目しっかりしゃがんでタスト中 LP を入れました。これは対応力を見せました。これで2対1。さあここはまず15秒を経過してもなお決定打がない状況。有利フレームから何もしない。さあ最速風神拳のスカリに生風神拳、これですね、どこがどちらがいつ風神を打つのかという。そうですね、かなりシンプルなんですけども、はい、致命的な読み合いなんですよね。そうなんですよね、ここで勝った方が、まあ、本当にこの三島対決は勝つと、はい、通した方が試合を大きく優勢を握ることになりますからね。さあラウンドとしては2対1、赤ゲージを残している 2P 側、これは時間を使っていきたいところなんですが、残り時間は30秒ですね。さあこれは最速実験のミスか、どうなる。さあくしくも同キャラ同弾っていうところもありますよね。同キャラ同弾ですね。さあこれは決まるのではないか。さけよ2代目奈落マンですね。ここは勝利です。さあこれ影響隊の方は対象戦だったんですかね、試合の方は終了してません。そうですね。さあそれでは、現在試合の方を行われているのは、C 協隊の方を見ていきましょうか。 C 協隊、B もまだやってますね。これは C ですか。これは C 協隊ですね。 C 協隊、竹石 VS アンナのプロ、はい、さあ奈落払いをガードしてスピナッチを入れたのはアンナのプロ。さあアンナのプロなのに、まあ、登場キャラはボブ・ブライアンということで全然アンナ関係ねえけど。そうなんですね。さあ 1P 側は竹石、またもここで三島家とボブ、ね、和也。そうですね、和也とボブすごいよく見ますね、見ますね、配信状態。この和也今翼生えてるんですけども、ええ、これはあの特殊な技でデビル化することができて、なるほど、技が若干変わるんですよね、はい。でまあ、デビル化するとですね、この強力な中段攻撃が追加されるので、はいはい、でも余裕があるならデビル化した方が強いんじゃないかっていうのは言われてます、ね、なるほど、メリットの方がはるかに大きいということですね。ですね。さあ羅刹門2発当たって、これは横移動しっかりしてるが間に合わず、さすがにアンナのプロも果敢は返せない。さあこれはワンフレーム足らずに確定反撃にならず、リーチをかけたのは 2P 側アンナのプロ。投げは抜けている。さあ左かかとからしっかりと空中コンボ、アンナのプロのボブが体力が残り少ないので、ここでブライアンの登場、レイジ状態なのでこの火力を生かしていきたい。
さあしかし時間制限10秒のレイジ、ここで切れてしまう。奈落払いが通して、さあこれよくしゃがんで反撃した。あとおっと、ここでジェットアッパーだったはずだが、出し切りはしっかり冷静に対処していくのは武石。さあまたもうレイジのチャンスを生かすことができないのでしょうか。アンナのプロ、時間制限が来てしまう。いやー空振り。さあ多人町 RP を打ったんですが、デビルコマンドミスですね。2発目出していく、今まで一発止めね見せていったんで。そうですね、武石も一発止めを予想しての確定反撃を打ちに行ったんですが、さあ開幕からリターン取っていくのはボブ。さあライク、リターン重視ですね。これですね、ダブルアッパー。さあこれがハメコさん、これがデビル状態でのみ立ち状態から出せるようになるので、はい、まあ、かなり中段でチェンジ可能な浮かせなので、出てきたキャラによってはかなり減らせるんですよね。強力武器ですね、はい、まあ、風神剣をしゃがもつる相手に特に有効に機能しますね。さあ体力で大きくリードを取っているのは 1P 側武石。今週ガードからの打線攻烈拳、早いフレームで相手の技は潰しにかかりました。フルラウンドとなりました。何制したのは 1P 側武石。さあそれでは先ほど最後素晴らしい勝負強さを見せました武石に対するは真冬氏。真冬氏、さあここまで清流対決ですね。同段戦フェンレオですね。さあフェンレオ、先ほどフェン少しだけ説明させていただきました。クロート向けのキャラということで、はい、しかし光栄に控えているこのレオ、どういったキャラなんでしょうか。これもかなりジョーカー的存在ですね。ジョーカー、レオはやっぱり何でもできる。下段もあるし、はい、浮かせ技も強いし、コンボも強力。なるほど。特にタッグアサルト あのダメージが非常に高いキャラで、はい、壁アサルトも壁じゃない平地のアサルトもどっちもかなり減るんですよね。なるほどですね、まあ、なので、とりあえずこのキャラ使いたいんだけどもう一キャラどうしようかなっていう時にレオは結構選ばれる傾向のあるキャラですね。割と初心者にも人気のキャラでですね、はい、まあ、見た目もかっこいいということで。そうですね、まあ、女の子なんですよね。ああ、それはもうね、まあ、衝撃の事実ということで実は、はい、はい、ところもあってまあ結構人気がありますね。これですね、広い性能が高いところがあるんで、今みたいな感じでチェンジからもこう火力の高いコンボを決めていけると、はい、やはり太くいくのも得意であって火力も持っていると。壁コンボが減りますからね。細かくもいけますからね。全部できます、本当に全部できるんですよね。さあしかしそういった非常に強いキャラと言われている2キャラも、この 1P 側武石のデビル陣和也という最強キャラの前に、いや今のうまいな。うまいですね。あれはたまたまというよりは、まあ、通しやすいシチュエーションというか、そうですね、まあ、当たりますよね、まあ、デビル あのサマーソルトキックみたいな技、はい、リンネっていうんですけど、はい、出始めが非常に姿勢が低くてですね、はい、まあ、上段だったり中段も潜ったりすることがある。なるほど。なのであの緊急回避的な扱い方をできるわけですね。今みたいにちょっと不利な状況からとりあえず打ってみるみたいな、はい、あとはジャンプステータスの発生はもういいですしね。そうですね、まあ、下段にも強く上段にも強いという、はい、すごい技ですね。さあここで真冬氏三達されるわけにいかないと、大きくリードを取る形。一ドット残って中段で削り取っていく。さあこれで2対1ですね。第3ラウンド、さあ細かく攻めていくな真冬氏のフェンだが、さあこのフェン左横移動に弱いっていうのが、まあ、数少ない弱点ですね。まあ、対する三島家は横移動を最速実験でいかにカバーできるかっていうところも重要になってきますが、さあ体力、おっとこれを出し切っている。大事な大事なシチュエーション、真冬氏が勝負強さを見せました。これでファイナルラウンド、さあ2発止め、おっとこれは出し切っている。踏みつけまで入って一発目で釣って二発目当てていくという。そうですね、一発目に反撃を入れてしまおうとすると二発目にカウンターをもらってしまうということで、戦略ですね今のは、はい、シャープな打ち、おっとこれは危ない。
このレオの母校という技は潜り精度がすごいので上段を打ちづらいですね。上段はもちろん中段も潜ったりしますからね。はい、さあここでコンボを決めて体力の大きくリードを取るのはワンピガー竹石、奈落払いでクリア。いや、今のは非常にいい体力計算でしたね。そうですね、あれはかなりビタに近い、死ぬか死なないかと思ったんですけど、そうですね、まず止めてこれ計算してここで奈落を打って、なるほど、 K をまで持っていくと。まあ2対2のラウンドを取ってるシチュエーションでしゃがむのも勇気がいりますからね。さあ先ほども登場しましたファニパラが登場ですね。ファニパラですね。ソロシャオユではなくシャオユリリ。Get ready for the next battle. さあこの対照的な2キャラ同士、そうですね、カズヤデビル G、そうカズヤデビル対シャオリリはやばいな、やばいですね。さあしかし先ほども申し上げました通り、このゲーム確かに三島県最強とは言われてるんですが、キャラ差が非常に少ないということで、強いキャラ三島家とは言われてはいても三島家に、まあ、絶対勝てないよなんて言われるキャラはいないということで、このファニパラのシャオユーとリリにも十分期待ができるでしょう。段位としても一段差ですね、青龍の方が段位が一つ上ということで、実力値は非常に近い勝負になるんではないでしょうか。さあまず体力のリードを取っているのは 2P がファニパラのリリー、まだ無傷ですね、ファニパラのリリー。さあステップから中段を打っていって、これは壁の位置、ダイレクトタッカーサルトというリーチの長いバウンド技を打っていって、しっかりコンボを決めるのは竹石。さあ背面なのでしっかりとコンボを決めて、さあ試合の前半はファニパラが優勢だったのですが、現在は五分からやや竹石が有利のところで、さあまたも五分ぐらいか、奈落払い一発だけ当たる、リーゴー体ガードさせて背面投げ抜けられない、クオーレットを警戒したところで投げが抜けられない。佐藤あれ、まあ、このシャオリューとしてやはりこの背面投げ非常にね強力な武器ですからね。そうですね、まあ、相手のうまさ関係なく掴んでしまえればもう完全な二択なので、そうですね。さあ先ほども強力な技と言いました和也のデビルアッパーが当たって、これですね、また2連続ですね、リターン重視で、もともとデビル状態じゃないカズヤは、はい、その左アッパーから上段蹴りが出る技、はい、はい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 、それがコンボ指導技なんですよね。なるほど、でそれに慣れていると2発目しゃがんじゃうんですよね。なるほど、デビル化してるときはしゃがんじゃいけない、デビル化してると2発目中段で浮かされてしまうので、なるほど、その対応ミスを誘えるという意味でも強い技ですね。なるほどですね。さあラウンドは2ラウンド目、体力ゲージが目まぐるしくシーソーしていく、ここで終盤に差し掛かってピンチを迎えてファニパラ。さあ、おっとこれはコンボミスだ。あそこ両パンチなんですけども、ちょっと同乗勝ミスってしまうとああいう風になってしまいますね。そうですね。さあそこのミスをうまくついた竹石が1ラウンドを取り返して1対1。あ、ラセツの一発止め。うわーいい風陣。鋭いですね。かなり切り込んでいった風陣剣です。さあこれは読んでいる、タッククラッシュ対策ですね。さあご覧ください、リリーの体力、このダメージ、もう2人ともめちゃくちゃいっちゃったよ。さあしかしここは体力的には、はい、リリーでなんとかある程度してからシャオユー、レイ状態のシャオユーを出して勝負を決めたいという感じですかね。そうですね、まあ、リリー側も赤ゲージが残っていますので、なるべく回復させたいので、うまくチェンジして時間を稼げば回復できる。そうですね。さあ交代のポイントが近くなってはいるとは思うんだが、いやーいいね。さあこれで2対1、竹石がリーチ、バウンドから壁まで運ぶ、フォーからの2択キャンセル、背面投げ、これが非常に強力。さあ先ほどから背面投げの2択間に合ってないんでしょうか ね、 そうですね、常に通していきますね、通ってますね。あとあっここでリリが登場、ワンツーからの有利フレームを狙っていって、これ確定反撃が間に合わない、さあ下 RP を打ってしまいましたですね、ちょっと困ったって感じですね、焦ってしまいましたね。さあこれは確定反撃きっちり、これは壁やられ、これはファニパラもやってしまったといった印象でしょう。タッククラッシュを避ける対策を取って、いやカウンター、さあ刀剣がカウンターして、まだわからない、わからないですね。よっと、さあこの2名の対戦は体力ゲージの疾走ゲームが目まぐるしい、投げ取ってどうなる、追撃は、さあ相対
体を当てていく。横移動からの下段ですね。これでファイナルラウンド。これはしっかりガード。わあ、いい婦人。さあ、婦人拳です。相手を追い払う婦人拳ですね。武石非常にいい婦人打ちますね。そうですね。ですし、奈落払いや追い突きといったリターン重視のダブルアッパーもかなり通してます。そうですね、タクは通ってますしね。はい、読みに強いですね。さあ、ファニパラもなんとかしのいではいるんですが、この体力差は、いやー、割り込んでいけ。どうですか、シャガパン。これ対策になってるんですよね、確定なんですよね。あー、なるほど。さあ、先ほどから奈落払いを見せてたせいで中段がヒット。下段下段下段を見せて中段を当てる鉄拳のセオリーですね。さあ、これは何人目になったんでしょうか。武石の勢いが止まらない状況の中、 2P が出てくるのはコビトですね。さあ、団員は封じん。コビト、かなり大舞台に出てくるのは久々な印象のイメージがありますね。まあ、団員は封じんなんですが、キングソロですね。キングソロ、はい。まあ、キングタック向かないなんて話がちらほらと聞かれたりはするんですが、まあ、ソロで封じんというのはかなり。そうですね、まあ、もともとコビト、どの作品でも神弾ぐらいは安定させているプレイヤーですんで。なるほどなるほど、はい。まあ、実力は折り紙付きだと。まあ、そうですね、常にキングを使ってきためちゃくちゃ減ったんだけど。やばいですね。まあ、ソロっていうのは、まあ、体力の、あれですね、ダメージがまあ増加すると攻撃力が増加ですね。ソロの方が、体力が多い状態になってるんですよね。ソロ対タッグだとタグの方が体力が少ない状態になってるので、まあ、一見すると火力が上がってるように見えると。そうですね、まあ、どちらもメリットデメリットがありますので、はいはい。まあ、タグクラッシュがないとかアサルトができないとか。そうですね、いろいろな、まあ、デメリットもあるんですけども、もちろんそのメリットも当然あると。そうですね。さあ、これは壁に当たってかなり減るでしょう。いや、カウンター見逃さない。バウンドとかが壁コンボ。さあ、これは確定している。コビットソロの利点を生かしてます ね、 ですね。ダメージの高いガード不能を2連続で当てていって。いやいや、うまい、今の非常にうまいですね。見逃さない武石。もう武石非常に人間性能もかなり高そうですね。ですね、はい、非常に全体的にいい動きですよ ね、 そうですね。バランスもいいですね。コビットの持ってるこのクマのシールドみたいなののなんか質感がちょっとリアルだなと思ってさあ、ここでデビルが今のですね、これでデビルになるから、このデビルアッパーが使えるようになると。そうですね、もう露骨に打ってきましたからね今。はい、強力なんですよね本当に。まあ、あれだけ露骨に打ってってもまあいいでしょうというようなデビルの技ですね。さあ、シャイニングを通してリードリーチを取ったのはコビトのキングソロ。まあ、段位としてはね、封じなんで竹石よりも高いとということで、神段位っていうのは高いですからね、段位が。さあ、スカシにスプリントフックをしっかり入れていく。このね、ソロレイジのね、地上人のダメージはとんでもないですから。そうですね、まあ、試合が一気に動くこともあるということで、生ローを切り返していって、これはガード。これは12フレではないんですね、カカアンが、ね。さあ、これはソロの体力が多いので奈落で削り取れない。わかんないですよこれ。そうなんですよ、こっから。いやー、強気にいく、強気にいきますね。投げは空振り、カウンター。さあ、カウンターだが長谷を出していってしまう。どうなんですか、スラッシュで有利を取りにいった。武石が1ラウンドを取り返す。反撃はしっかりしている。投げコンボは抜けている。そうですね、投げはしっかり抜けてます。100アンツーからローキック、上等手段ですね。100アンツーから今度は中段、読み合いをしっかり成立させていく。捨て捨てから2択をかけていくが、どうなる。しっかり抜けコマンドを入れてますね。そうですね、投げ完璧に見えてますね。いやー、いい封じ。届かなかったところに最速封じ拳が刺さってしまう。ガンガンと置き攻めで奈落。さあ、しかし忘れちゃならないこのレイジ状態。コミとはソロでのレイジ生かすことができるか、どうなる。あー、強気。さあ、お願いボディスマンでしたね。有利を取りつつの中段で、これでファイナルラウンド。まあ、武石がレイジを冷静にさばきましたね。そうですね。さあ、これはガードして果敢返せないのでタクに行くと。今のあったらびっくりさせてフリップキックとかをすかすっていう、ちょっとネタっぽい動きですよね。投げ減りすぎじゃないですか武石のダメージが。投げ食らっただけですからね、あれ。
さあここで小人レイジ状態、これを生かしたいがどうなる。竹石は丁寧に壁際の攻めを組み立てていく。しかしここでカウンター、はい、さあ拾うこともできたがどうなる。こうしたら間にも小人のキングの体力は回復していってますが、そうですね、ソロ側は時間とともに赤ゲージ回復していくので、そうですね、体力ゲージ赤ゲージが多いときはこう時間を稼ぎつつ戦った方がいいと。そうですね。さあしかしこの体力差をいかんともしがたかった。さあ武石の大活躍により、風神のキングコビトまでをも切り崩す。非常にいい起源拳でしたね。ここで出てきたのはトンパ。そうですね、トンパですね。これ三島家を除いたキャラ情勢だとこのニーナボブっていうのは、まあ、トップクラスのキャラですね。そうですよね。ただ一貫性ちょっとキャラ性の引き出しごとに、まあ、難しい、まあ、ニーナもかなりあの非常にコンボダメージの高いキャラなんですけども、そうですね、テクニカルですね。三島と同じぐらい、はい、難しいんじゃないかと。そうですね、まあ、それでもなお、三島家に追従するポテンシャルを持っているキャラだという有名プレイヤーもいます。さあ全員プレイヤーとして団員が平均的に高いですね。今度出てきてるのは白子。さあこのステージは壁際ですよ。このステージはあの画面奥側の部分が、はい、壊れる壁の壊れるステージですね。壁が壊れるとあのステージが広くなって、なるほど、まあ、若干戦略変わってくると。このステージ非常に人気がありますね。ムーンリッドウィルダネス、ギミックがあるとね面白いですからね。はい、この画面奥に見えてるステージですね。向こう側が見えてるところが壁を破壊することができるステージ。さあこのままでいくと 2P 側の突破がコンボを決めるか押し込むかすればその壁際まで持っていくことができるが、アパストで、さあ接近戦のニーナの代名詞的技ですね。そうですね、アッパーストレート。あとはボッシャガに対して左かかとがぶっ刺さる。さあしかしここは竹石の珍しいミスですね。壁コンボ補正をしっかり切っていく。いやーしかし確定しっかりしている。そうですね、まあ、下段のところであそこで風神拳は打たないぞと三島県をやり込んでますね。上段は使ってしまいます。そうなんですよね。さあしかし体力状況としてはかなり五分に近い状況なんじゃないでしょうか。トンパの後衛のボムがちょっと使いづらいかといった体力なだけであり、ニーナがニーナかなりまだ体力、そうですね、余裕がありますね。ますからね。さあスカルが使って通人権が入る。ここで壁が破壊可能。おっと到達しない。空振りしっかりガード。さあここでガード。おっとどうなるどうなるどうなるの。なんだ。さあ最後にスカシ確定を決めました。あれフライングジャンボスカルですかね。リンネの確定最速で打ったらスカりましたね今。そうですね、そこを見逃さないのがさすがの竹石ですね。ちゃんと入れ込んでましたよね。そうですね、空振りに対して、まあ、何をやってきても打ってやるぞと、はい、いうことでそれがスカシ確定になりました。これで1対1コンビネーションミンチからワンハイで奈落。おっと河原が背面ヒット。これは美味しい展開だったが生かせず。よーっとさあ壁の位置が悪くて安く積んでしまう風神拳で風谷にチェンジ。これはロップがしっかりしてますね。メズクルからの煉獄で壁を運ぶ。タッグクラッシュ使って壁に到達。これはバウンド。さあカズヤは自分の右側に壁があると下段からコンボに行くことができますね。そうですね、位置取りが非常に重要なキャラクターですね、はい、自分の右に壁があるか左に壁があるかでかなり変わるっていうキャラもなかなかここまで変わるキャラはいないですね。さあ首刈り投げでチェンジをして、おっと、いや暴れ。さあこの起き上がりのダブルアッパー結構使ってくるプレイヤー多いですね。さあこれは悲壮が当たって KO。 さあ竹石の安定感が抜群ですね。さあこれで試合の方は終了したんでしょうか。はい、さあ現在配信筐体の方では試合は行われておりません。会場の様子をご覧ください。
あ、そうですね、まあ今第1ターンということで二次予選に進むメンツを決めてる最中ですね。あ、そうですね、現在マスターカップ5、実は16セット32台鉄拳筐体ございます。それは全て同時進行で行っておりまして、今画面に映っています A、B、C、D 筐体のみが配信筐体、16セット中4セットが配信筐体となっております。そのために今 A、B、C、D では対戦が行われておりません、他の筐体では試合が行われているため、しばし会場の様子をご覧ください。実況席の方がですね、実況解説ともにちょっと画面に張り付いていますので、コメントの方を拾うことができないのが申し訳ないところです。申し訳ございません。さあ、会場の方でですね、先ほどマサカリ EP の方からも話がありました、パンフレットの販売が行われております。はい、一部1000円ですね、40ページの大ボリュームということで、読みどころも多いんでね。そうなんですよね、これね、ぜひちょっと手に取っていただきたいですね。はい、まあ、各キャラのプレイヤーリストはもちろん、あ、ニコニコ動画をご覧の皆様もですね、ニコニコ通販でしたっけ。そうですね、1100円とまあ手数料ということで購入することができます。これ本当に素晴らしいパンフレットなんですよ。中身の方がですね、トーナメントやら、キャラ情勢、参加選手、参加選手のプロフィール等々、さらには、月刊アルカディアで、掲載されています各企画の出張版ですね。福祉塾長の半蔵門鉄拳塾などや、原田プロデューサーと有名女性鉄拳の座談会これ面白かったです。これ自分ちょっとごめんなさいねまだ見てないんですけど、4ページ、はい、そうですね、パンフレットの方が、かなり充実してます。会場に来られない皆様の方もぜひぜひ、ニコニコ通販の方でご購入いただきますようお願いいたします。はい、お願いします。はい、お願いします。そうですね、現状まだ配信台以外で、試合の方を行われているので、そうですね、ちょっとねつなげって言われたんですけど、一応、はい、第2ターンがこの後ですね、はい、始まります。第2ターン、自分の方が試合があるんで、はい、そうですね、今回ちょっと選手でも出てるんで、はい、解説のハメコさんは選手として、はい私実況の方は選手としては参加しておりませんので、このままこちらにいることが多いかと思います。さあ8時過ぎから開始しましたマスターカップ5、早くも2時間が経過しましたね。会場にご覧のいただいた皆様ともに、ニコニコ動画をご覧になっている皆様もありがとうございます。はい、非常に盛り上がりを見せてますね。各筐体から声援が飛んでおります。それぞれのね筐体でね、ものすごい歓声起こってるんですよね。そうですね、これですね、はい、まだ行われている筐体があります。いくつか、第1ターンの方終了した、ブロックがあるようなので、一応分かるところだけですが行っていければなと。01ブロック1位通過したのが、先ほど配信台にも乗りました優勝候補筆頭とも言われている、東京ヒップホップ愛好会ナンバーイレブンですね。はい、チームメンバーはノビ、ユー、ショーチャンペコス、マンバー、これも超強いチームですね。さあ最強の布陣と言っても過言ではないですね。はい、まあ、の試合のポテンシャルも素晴らしいんですけれども、かなり大会そうなんですよね、結果を残してるそうです、ね、プレイヤーが満を持してこう組んでいるので、盤、はい、ね、弱の布陣と言ってもいいんじゃないかなと思います。そして第2ブロックは、また配信にも出ました、株式会社アジアンゲートですね、ナンバー38。そうですね、逆にこっちは、ま、大会も、ま、もちろん強いんでしょうけれども、の試合でかなり実力を発揮する、はい、チームメンバーはマーブー、茶柱、亮、はい、影丸、古水、非常に強力な布陣ですね、こちらも。そうですね、これもねラスボスしかいないなっていう。そうなんですよ、特にね昨日あったじゃないですか、はい、巣鴨の方で、はい、配信の方、前夜祭ですね、前夜祭あったんですけども、そこで影丸がものすごい活躍して、そうですね、はい、
一級プレイヤーばかりの中で影丸がま7連勝と、はい、大会でですよ、一発勝負7連勝してまして、素晴らしい成績残してましたね。そして第3ブロック1位通過したのはナンバー15、はい、セレムラコーポレーション N、 セレムラコーポレーション N ですね、 N ですね、15ナンバー15。あ、こちらプーちゃんが、そうですね、名古屋の愛知のプレイヤー、まあ、プーといえば鉄拳 5DR から、はい、まあ、非常に実力者として結果を残してきたプレイヤー、このプレイヤーを擁するチームですね。風扱いの代名詞ですよね、プー。さらに関東の若手三島使いでは最強と言われている藤直も、なるほど、いるチームで、まあ、かなり三島力の高いチームと言ってもいいんじゃないでしょうか、ね、先ほど映ってた武石がこのチームですね。そうですね、先ほど見ました、はい、非常に強い風屋デビル、はい、いましたけれども、彼らのチーム、はい、黒助も凌介も、これ、はい、全て実力者ですね。素晴らしいチームだと思います。そして044ブロックですね、ここを1位通過したのは、はい、ナンバー53東方美杯。あ、東方美杯ですね、これもチェック済みですよ。荻窪チームですね、チェア、ね、韓流スター、ジー君、銀南、アイス、ティールという。そうですね、はい、これかなりキャラがばらけてて面白いチームですね。まあ、ジェシーが3キャラいるんですけれども、はい、まあ、多種多様なキャラが、はい、レイブンもいますし、ファラーもいますし、かなり彩りのあるそうですねチームですね、はい、注目したいと思います。そして、次飛んで07ブロック、はい、1位通過はナンバー76敏感クラブ。お、さすがの登場ですね、敏感クラブ。さあ今回は敏感クラブ、鉄拳タッグになってからチームは解散していますけれども、鉄拳 6BR の頃のチームで組んでいると。はい、福士、爆士、山田曽、川田、レイジというチームですね。そうですね、まあ、ここも、まあ、知識のある福士、そして、まあ、非常に強いブライアン使いとして、はい、まあ、関東では、まあ、一時期ね最強クラスだって言われてた時期もある爆士、ラスボスですね、現在でも東京も、はい、非常にチーム力のある、はい、あとは山田曽はですね、はい、この大会が非常に強力で、そうですね、はい、当て感のある、そうなんですよね、プレイヤーですよね、はい、あとは川田玲二といった、都内のプレイヤーに大会未知数気味のところにも注目したいと思います。ここもかなり優勝には近いチームといってもそうですね、いいんじゃないでしょうかね。大御所かと思いきやレイジは若手ということで注目したいと思います。そして08ブロック1位通過がカスミンプロデュースナンバー3ですね。さあこれ名前の通りカスミンがプロデュースしてるチームですね、はい、カスミン、サスケ、モッチ、ゼスト、イッチャン、はい、これパンフレットにもありますけれども、まあ、全一吉光クラスに成長した栃木、なるほど、茨城栃木のプレイヤーですね、霞、まあ、やっぱり吉光っていうと、まあ、やはりレアなそうです、ね、キャラクターと言えるので、はい、その中に東京のゼストとイッチャンという有名どころが入ってくるところが非常に強力ですね、はい、あとは09ブロックですね、ここを1位通過したのは、はい、スペシャリストナンバー9ですね。ここで来ましたか、スペシャリストですね、はい、スペシャリストは、去年の投撃覇者青ラティン、はい、この2人を含むなるほどチームですね。そこにカレイポン、ゼウガルといった、はい、まあ、強力な若手、若手ですね、これ全員ため、はい、同い年ですかね、なるほど、20歳前後、そうですね、同年代チームですね、はい、まあ、20歳とかだと思ったんですけれども、まあ、ここもやはり優勝にかなり近いそうですねチームでしょうね。まあ、青もね前日の東大戦では非常に活躍したんで、はい、そうですね、前日の東大戦、8連勝してましたね、素晴らしい勝負強さを見せていました、はい、その勝負強さがまた発揮されれば優勝も目に見えてくるのではないでしょうか。さてあとは、はい、11ブロック目も決まっていますね。11ブロック目1位通過はナンバー7、はい、ナンバー7箱舟。あ、ここで箱舟が来ますか。箱舟はですね、キル、ジュンちゃん、ハリー、チニミシ、キャシーを擁するチームですね。そうですね、まあ、新宿の、まあ、今はないんですけれども、はい、ジョイボックスゲームセンターありまして、まあ、そこの常連で構成されたチーム、はい、
なるほどですね。ですね。この中だとやはり現役でもバチバチでやり込んでるハリーなんかは、まあそうですね、この中ではやはりハリーが若手に入るんじゃないですかね、はい、そうですね、まあ、団員としても横断に到達してる、はい、ということ で、ね、ハリー注目ですね、注目ですね、はい、そして女性プレイヤーのキャッシーがアスカソロで、そうですね、アスカソロですね、はい、まあ、女性とは言ってもかなりやはり有名プレイヤーの周りにいるだけあって、知識も豊富で、そうなんですよね、キャッシーは結構当て感もあるし反撃もうまいしで、はい、そうですね、見どころありますよ、これは。そうなんです、今のところこっちで得ている情報としては、まあ、そのあたりのブロックが決まっているという感じですね。と言いますと、やはり今のところ歪みはなくといったところなんでしょうか。そうですね、まあ、順当なチームは上がっているんじゃないかと。そうですね、やはり実力通り、まあ、もしくはその実力派に、同じブロックにいた実力派のチームが負けている可能性もあるんですけれども。そうですね、まあ、例えば、ナンバー14セレムラコーポレーション、なるほど、 J、まあ、先ほど配信にも映りましたけど、はい、ハマハノビ、あ、ノブですね、はい、ハマハノブを含むチームですけれども、ここは2位通過なのでワイルドカードですね。なるほど、ワイルドカードとなると、先ほども申し上げました、62分の1、62チームのうち1チームしか二次予選に復活できないと。優勝決勝トーナメントにただ行くよりもワイルドカードを勝ち抜く方がきついんじゃないかぐらい、そうですね、かなり渋いトーナメントですから、はい、はい、はい、ではニコニコ動画公式生放送をご覧いただきまして誠にありがとうございます。現在配信の皆様にも向けてですね、このマスターカップ5鉄拳5 on 5最高峰の大会でスポンサードをいただきました、レイザー社の方に来ていただいてます。ありがとうございます。今回ですね、スポンサードをいただきまして、ですね、今回、まあ、レイザー社さんの方でちょっと紹介したいものがあるということで、はい、少々お時間の方を取らせていただきました。よろしくお願いいたします。ですね、今回ご紹介いただくものっていうのは、そうですね、じゃあ、先にもう紹介しちゃう、まずはあのレーザーっていうメーカーについて。そうですね、レーザー社、メーカーさんの方で、説明させていただきたいと思います。レーザーはですね、はい、あのどっちかというと日本では PC ゲームで有名な、はい、ゲーム周辺機器のメーカーです。はいはいはい、ゲーム周辺機器ですね。はい、で最近はですね、コンシューマーの方の製品も出し始めてまして、はい、特にあの Xbox360 が大好きでして。お、なるほど。 Xbox360 用のゲームコントローラーですとか、はい、ヘッドセットを出してます。なるほど。で今回ですね、もうあの発表してからそろそろ1年半2年ぐらい、はいはいはい、なるんですけれども、アーケルスティックはこの春ぐらいにようやく完成するというふうに聞いております。なるほどですね。今これあのベータバージョンで最終版、はい、我々の手元にある最後のバージョンなんですけれども、はい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 、ではこちらの宣伝をさせていただければと思います。欲しいとのコメントいただいてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうですね、でこのファイティングスティックもそうなんですけれども、従来のファイティングスティックとは違うぞというところがございます。ご覧いただきましょう。はい、まずはですね、こちらの商品、最大の特徴がですね、ワンタッチで、コンパネが開くというところでございます。はい、ワンタッチでコンパネが開く、はい、会場の皆さんもぜひご覧ください。はい、レーザー社のファイティングスティックですね。ワンタッチで開きまして、はい、ボタンとか、レバーが簡単に、交換できると。ボタンに関してはですね、何の工具もなしで、手で簡単に取り替えることができます。はい、はい、ですので、例えば海外の大会に持っていくとか、はい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 、はい、お友達の家に持っていくとか、あ、なるほど、いう時に、特に用意をしなくても、はい、これ1台持っていけば、交換等ができます。なるほどですね。はい、まあ、メンテナンスもできて、ちょっと1回交換してみた方がいいんじゃないですか。そうですね、1個ボタンちょっと交換させてもらいます。お、じゃあその簡単な、はい、30秒ぐらいでできますので。ボタンの交換って結構ね、あのゲームセンターで見たことある方はいるかと思うんですけど、店員さんがガチャガチャやったりね。はい、見えないかな。じゃあご覧になれますかね、皆さん。こちらの緑のボタンをちょっと交換してみたいと思います。はいはいはい、はい、まず後ろを抜いて、あ、もう簡単に取れちゃうんですね。すごい。はいはいはい、あ、もう空いてるスペースにボタンを入れて、もう端子を、はい、これで完成です。入れるだけ。はい、大体30秒ってことで。
そうですね。ああこれ本当にちょっと今すごい近くで見てたんですけれども、まあ、めちゃくちゃ手軽ですね。はい。はあこれはちょっと画期的なアイテムとなるのではないでしょう。はい、あいいですね。コメントありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でレーザー社、実はこの実況マスターカップ5実況させていただいてます。私のこのヘッドセットとこの T シャツですね。こちらも両方ともレーザー社のものを、着用させていただいております。ありがとうございます。PC 周辺機器とゲーム周辺機器と、素晴らしい製品の方を作ってくださってますレーザー社のお二人にお越しいただきました。はい。そうですね。あじゃあまだいっぱい結構あの、はい、いろんな機能があるんですが、ちょっとかん本当にかいつまんで簡単に説明します。まずですね、あのコード類がここに入ってまして、おーコードが取れる高機能ですね。はい、こうすっきりしてますね後ろが。はい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 。中に入れられると。で裏面を見ていただきたいんですが、はい、裏面がラバーコート張りになってまして、はい、膝の上とか机の上とかで滑らないと、おお、ラバーになっております。で、あのまあ冬家で使うとき膝に置いたりするとちょっと冷たかったりするんですが、はいはいはい、ありますね、はい、ありますあります。大丈夫です。あとスタートボタンセレクトボタンは横についてます。ほう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 。押し間違い防止。ああ、なるほどですね。あともちろんあのこちらですね、連射ですとか、はい、ロック機能、あの、はい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 、ボタンが効かないようにするとか、はい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 、そういう機能もついてます。なるほど。いいですね。連射はこれ実は押すたびに1連射2連射オフっていう風に変わっていくような、そういうすごい簡単な仕様になってます。はあ、非常に多機能にわたり優秀なアーケードスティックですね。はい、あのこの中のこの箱とかも、自分で自由な位置にレイアウトを変えることができます。はあ、はい、そして最後なんですが、こちらの天板ですね。天板、これ、まあ、あのベータ版で製品とはちょっと違うデザインなんですが、はい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 、こちらあの自分で裏からネジを外していただいて、はいはいはい、好きな柄を自分で入れ替えることができます。あ、いいじゃないですかそれ。あのよく見るとあの上光ってると思うんですけども、アクリルがあって、はいはい、その下に絵があるんですね。なるほど。なんで上のアクリル板取っていただいたらその下単なる絵の一枚紙が入ってるだけなんです。なるほど。じゃあそれも紙っていうのは公式サイトの方であの配布する予定なので、はい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 、はい、自分の好きなスティックにすることは可能です。あ、非常に多岐にわたり応用の機具ファイティングスティックということで、はい、そうですね。あとはレーザー社の商品の特徴としてもデザイン性が非常に高いというところも外せない魅力だと思います。はい、ちなみにあの電源入れますとここ の, あのレーザーのマークがあの緑に光りますんで、そことかちょっとかっこいいと思います。そうですね、このレーザー社のこのマークですね、こちらが光るということで、あのこれはあんまり日本人にはどうでもいいかもしれないんですけど、ナスレバーが入ってるっていう、おーなんでやねんっていう話なんですけど、その韓国といえばナスレバーですからね、鉄拳なからすると実はそこも考えてやる。なるほどですね。ということにしておきます。わかりました。ちゃんとドライバーもついてますね。あ、ドライバーまでついてるんですね。はい、よりどりみどり、これ以上機能をつけられないんじゃないかぐらいな、あー素晴らしいですね。最初にこの企画出た時に、はいはいはい、あのゲーマー皆さんにですね、はい、どんなアーケードスティックが欲しいねん聞いてみたら、はい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 、はい、あの自分でメンテナンスができるものが欲しいと。あー、じゃあ実際のユーザーの声を聞いた上でということで、ね、なるほどですね。それでこの機能性を実現しているというところでしょうか。でまあ、これ以上 の, あの詳しい情報はですね、上のレーザー ジャパン、はい、公式ツイッターアカウントというのが出てるかと思うんですが、はい、まあ、こちらをフォローしていただければ、今後例えば発売時期ですとかお値段ですとかそういうのが、まあ、いち早く皆さんにお届けできますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。はい、ぜひ皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ素晴らしい商品の方をご紹介いただきました。レーザー社のお二人でした。ありがとうございます。はい、レーザー社さんのお二人に、告知いただきました。ありがとうございます。試合内容の方はですね、現在も、続いている筐体があるんでしょうか。会場の様子は先ほどとあまり変わりはありません。やはり一次予選今のところ確定させているメンツの方はですね、非常に強力無比なチームばかりということで、二次予選の方も期待していただければと思います。
ちょっとコメントを拾ってみましょうかね。音声とかは特に問題ないですよね。大丈夫ですよね。番長も今登場ですかね。番長今日すごいメンツで出てますからね。番長を筆頭に、不動、クロクロ、ハメコ、今日実況解説やってますね。わかりました。あとはテンテイゼクスがいるということで期待してもらいたいと思います。で、ABCD 筐体の方がですね、これから対戦の準備に入りますんで、参戦される皆様 ABCD 筐体の方の準備と、動画をご覧の皆様、対戦動画が流るまでもうしばらくだけお待ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。配信台以外での試合をちょっと配信台に移していただいてやってもらうって形になるんですけども、結構ねやばいチームがねまだ試合してて、これはかなり面白いんじゃないかなと思いますよ。 A 筐体の方ちょっと A 筐体お願いします。これですね、二毛作 VS 三島さん、はい、二毛作が中堅で三島さんが大将ですよ。さあ三島さんといえば鉄拳タク1から鉄拳 5DR を引っ張ってきたプレイヤー。さあこれは待望の方も多かったんじゃないでしょうか。ミシマスターが登場ですね。ちなみに副将はあの鉄夫さんだったんですけど、やばいですね、二毛作によって。なるほど、打ち倒されまして現在ミシマスターが大将という状態ですね。はい、コメントありがとうございます。そうですね、大将ですね。さあミシマスター、往年のプレイヤーですが、段位としてはまあ羅刹と結構ねやってるんですよね。そうなんですよ、まあ、動きを見てみてもなんらね、はい、素晴らしい動きをしてますね。さすが三島さん。さあ起きてしまった二毛作のガーフネタだ。これはこれは重ねネタですね。さあ素晴らしいのがヒットしました。これで1ラウンド目選手二毛作、いや2発目当たってしまう。マットドーザーで運んで起きてめ下段。さあ太い選択肢を通していきますね。さあ展開を作っていくな。二毛作食らって投げ置き打ち上げて、このコンボが減る。さあ置き蹴りが当たってラッキー。さあ捨て追い月ですね。風神はいい感じに打ってるんですけども、そうなんですよ、風神拳の圧力はさすがですね、はい、いやーしゃがみステータス置いてある。さあ今のは風神拳だったのか。おっと鋭い、これは決まる。さあ伝説の風神拳を見ました。これで1対1。いやチェンジをね、チェンジに対してねじ込みましたね今ね。ねじ込みましたね、さすがの風神拳ですね。さあこれは起き上がりをしっかり警戒している三島さん。二毛作はジャックにチェンジ、ハマーガードさせて、さあお互い気まずい展開が続く。風神拳が早いですね。風神拳やはり打ちどころっていうのは衰えてない感じはしますね。いきなり飛んできますね。しかしここで二毛作素晴らしい、やっぱ置いてチェンジから熊で置き攻め。さあこれはデビル陣の隙を狙われてしまった。いやーかなりやり込みのある。さあコンボを決めたが、これは出し切ったらガード、ね、確定を入れて二毛作のチャンスだが飛んでいる。しかしアドリブしっかりしている。さあオーバードライブでしっかり対応してますね。素晴らしい、スラッシュを打っていって、いやー3発目、3発目にガード、ガードできてる。さあガードして奈落、太い選択肢、どうなる、どうなる、奈落どうして、奈落だけよグレート。いや勝負強い、ミシマスターリーチ盛り上げてくれますね。大島もうやばいですね、盛り上げてくれますね。
さあスライディング当たって、さあ壁際に追い詰めているのは二毛作、絶影空中ヒットかな、これは起き上がらない、どうだね、今週スカってこれはしっかりしてる、二毛作のスカカが素晴らしいですね、バウンド、さあしゃがんでいる、バウンドから、まあ、楽で直バウンドですね、側面やらにデビル、さあ最後のヘブンズドアも捨てヘブンズドアと、ちょっとおしゃれな感じですね、コマンドテクニックもあって、さあタックルを決めていくのは二毛作ですね、まあ、体力状況としては二毛作非常にチャンスだとは思うんですが、三島さん先ほどの風神拳のプレッシャーがありますからね、しっかりしゃがしてうまく使っていきたいのは二毛作ですね、しかしさあこれは予測しててのスカカクのようにも見ました、これでファイナルラウンド、さあ二二反撃はしっかり有利を取って相打ち、ヒット確認から置き攻め、さあこれは拾えなかったが体力としてはおっと、うまいうまい風神拳素晴らしい置き攻め、両パン投げビズムで絶命が通って、さあ煉獄でおっとフォローがしっかりしている、おヘブンドア決めた、さあレジェンドを見ました、二毛作を下したのは三島さん、意地を見せましたね、さあレジェンドを見ましたね、素晴らしいですね、コメントの方でもさすがの三島スター、やっぱ三島スターかっけえわと、その通りですね、さあ副賞に登場したのはラムス、めちゃくちゃやり込み勢ですね、すごいなこれ、はい、1万4000戦1万4000これ相当ですね、1万4000っていうと、なんか BR の頃、6BR の頃、はい、イーグル新見さんが9999勝、はい、そうですね、一体これどうなんのみたいな、で1万勝達成なんて話もありましたけど、早くもですね8000勝ですか、余裕で、はい、まあ稼働中にはまず間違いなく1万勝いきますよね、これね、さあここで風神が出てきました、うまい、さあうまいですね、こう三島対策も完璧にしてる動きでしたね、今の開幕、はい、左横からの左横しゃがみを入れ込んでって感じですね、そうですね、まあトゥースマが入って、いやー、あー風神拳が2号、往年の風神拳ですよ、そうですね、非常にクリアな風神拳を打っています三島さん、さあこれはしゃがんでいる、対策しっかりしてますね、捨て横ですよ、捨て横めちゃくちゃコマンドテクニックがありますね捨て横奈落払いからの、さあ素晴らしい、見せてくれますミッシュマスター、これで第2ラウンド、ここでキエフ狙っていくんですよね、キエフを狙っていくミッシュマスター、そうですね、まあ、ミッシュマスター現役時代の成功度だったら全然狙ってって、そうですね、本当に上手かったですからね、はい、さあこれはちょっと軸に愛されなかったか、そうですね、出し切りは反撃12フレでは割り込んでいる、12フレをしっかり入れている、あれは10フレで妥協しないのがすごいですね、そうですね、さあ置き攻め重視スタイルの三島さん、さあこれはガード反撃もしっかり、反撃を知ってますね、体力的には五分の状況、しかしここでカウンター確認をしているのはラムス、これは決まる、さあ後援に控えてたジュリアが0時だったおかげもあって安定で殺し切ることができましたね、さあ起源拳がスカ確認入る、風神拳おっと、いいですね、いいところでしゃがみ入れてますね、やはりこの三島さんはやっぱり風神拳を打ちたがるところがあるので、うまいだけに、なるほど、ここをラムスがしっかりとがめていっていると、ここは風神拳だろうというのがうまいがゆえに打ってくるということですね、いやーここは横移動からの壁やられ奪ってコンボはミスってしまったが、尻尾連中どうなる、チェンジをさあ出せない、早い展開でラムスがリーチをかける、投げを取って、これは老人殺しですね、そうですね、JC の投げはきつい、さあ早期客の率が高い、これは壁にギリギリ届かず出し切りはガード、側室を入れてますね、しっかりしてます、入れてますね、はい、さあ2発目はしゃがめないが、おっと、おっと、どうなる、ガード、さあしっかりしている、しかし届かず、さあシットローに追い付け入れるのはさすがだったんですが、ちょっと遠かったですね、そうですね、出し切りガード、そう、ここは反撃しっかり、ここはめちゃくちゃしっかりしてますね、しっかりしてますね、
さあ捨て封人権で壁まで追い詰めて、これは借りたかったがマイナス14。さあワンピー側はどうだ、どうなる、いやさあレイジ状態のローキック削り取ったところで制したのはラムス。いや素晴らしいものを見せてくれました。そうですね、次に配信筐体では、試合はないですね今のところ。ニコニコ動画をご覧の皆様ご覧ください。現在配信動画に映っているのはエディのコスプレをしてますマスラオさんですね栃木の重鎮プレイヤー、かなりデカめのアフロになってますね。マスラオさん 4LP 派生出し切ってください。ガットアウバチュードガットアウバチュード、ありがとうございます。さあお祭りですからね、マスラオさんを大きな大会ではコスプレされてます。今あの配信台の方はちょっと切り替えられない。一次予選終了、一次予選の第一ターンがこれで終了しました。1ブロックだけちょっと結果がまだ確認できてないんですけど、その情報が来るまでちょっとペコスの方をですね呼びまして、ああおおマイクコードマイク久しぶりだな。おう声が出るマイク。東京ヒップホップ愛好会ペコスをちょっとお呼びして、はい、まあ、ちょっと時間をね使っていこうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうでした今日は。あの配信台の方ではあのゴタテをねちょっと見せていただいた感じでしたけど。あ、そっか、それ映ってたんでしたっけ。うん、映ってた映ってたいやー、やっぱなんかこう長いこと鉄拳やってますけど、はい、やっぱ当日の調子ってやっぱ日々変わるじゃないですか。うん、で、なんか普段大会だとやっぱ後の方に回されがちなんで。そうだよね、どっちかというと、まあ、ペコスはやっぱりチーム戦では大将で出てくるっていうイメージが、まあ、俺も強いし多分ペコスを知ってる人もみんな多分そう思ってたと思うんですけど。そうですよ、ね、結構ね今回は先方で、まあ、ちょっと、やり込み的には自分の満足できるやり込みが、まあ、できてないっていうのもあって、はい、まあ、かつ、まあ、ちょっとどうしても動かしたくなるんですよ。なるほど、なるほど。その鉄拳を。なんで、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、はい、まあ、まだちょっと余裕のあるうちに、なるほど、なるほど。まあ、まだ最初に行っちゃってっていう。あー、まあ、チーム的にも別に僕大将やる必要もないんで。まあそうですね、盤石の布陣といってもいい、非常に強いプレイヤーがもう全員大将張れるんじゃないかっていうそうですね、なんでちょっと気軽に最初行かせてもらいました。なるほど。どうでした、その初戦の感触としては。いやー、やっぱなんかこう出る出番の順番が違うってだけで、うん、なんかすごいあっさりやっちゃうんですよね。あ、気が楽だったっていう感じですかね。逆に言うとなんか集中できないっていう。あ、まあ、それでもごたてしてましたからね。そうですね、それなりになんかいろいろできてたんで、はい、まあ、今日は結構仕上がり的にはいいのかなっていう個人的には思いました。なるほど。これ2戦目とかはどうでしたか。配信台の方には映ってないんでちょっと情報がこちらには入ってなかったんですけども、はい、2戦目は僕は出てなくて、はい、まあ、しょちゃんとあとマンバさん、はい、2人で、勝ってました。なるほど、まあ、危なげないという展開だったと。そうですね、ちょっとしょちゃんが怖いなって思ったぐらいですけど。それはどういう意味でですか。なんか動き的になんかちょっと動けてないなって。あ、なるほどね。まあ、でさらにユウとノビがいますからね、はい、チーム的には。そうなんですよ、はい、心強くても。そうですね、昨日もそのあの番長軍団、軍団対まったり軍団やったんですけど、はいはい、ノビはさすがの強さを見せていて、
まあ、本人も今日も全然いけるだろうみたいなところ、自信かなり見せてたんで。でもあいつなんか昔から大会やってるの見てますけど、はい、ずいぶん大会強くなりましたね。まあそうですね。 あいつめちゃくちゃ心弱くて。確かに確かに結構ね、ギリギリの勝負を制してそうそう、ね、むしろ負けたみたいな顔してること多かったですからね昔は。いつも大会出ると死んだような顔してるんで、はい、でもなんか最近はかなりね、大会でも野試合でも安定してるっていうか。そうですね、ね、かなり頼りになる、チームメイトとしては頼りになるプレイヤーですよね。一番頼りになりますよ。まあもちろんユーもやはりその往年の鉄拳 の、 その経験値というか、はい、勝負強さというのはありますし。勝負強いですよね、あの人。まあ、昨日でもそのまったり軍で出てきた尾畑がね、本当にコズミックホラーな鉄拳を見せてもう噂は聞いてますよ。番長のびゆう全員撃破してましたけどね。もう尾畑さんも数はめちゃくちゃやってますからね。そうですね、やっぱやったらやっただけ強いですからね、このゲーム。はい、まあなんで、まあその尾畑さんに負けたことに関しても、まあ、いつも通りちゃんとできれば倒せるんじゃないかっていうところは、はい、あのユーのびともに、まあ、ちょっと聞いたんで、やっぱりその安定度の高いチームなんじゃないかなとは見てて思いますね。まあでも大会ですからね、はい、注目しているチームとかってありますか？個人的にですか？はい、個人的にで。なんですかね、まあよくまあ、全部は全部把握しきれてないんで、はい、まあね、やっぱり125チームいますからね。そうですよね、まあ、中でもで大丈夫なんで。まあ敵対っていうか、まあこのチーム上がってくるのかなっていうのは、はい、まあ、やっぱちょっとチーム名忘れましたけど、はい、マーブーさんのところのチーム、アジアンゲートですね。あ、そうですね、はい、それ。あ、これもです。なんかね、チームの T シャツまで作ってきて、はい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 、めちゃくちゃかっこよかったんですけど、うんうんうん、見て。あそこは一つと、あとなんか韓国のチームがなんか結構前からこっちに来てて、はい、なんかスワモで対戦してたっていうのを聞いてたんですけど、はい、実際目にまだ見てないんで。なるほど。やっぱどうなのかなっていうの気になりますよね。結構その韓国チーム、韓国チームはですね、まだ試合予選をやってなくてですね、あ、これからですか。第2ターンの17ブロック、まあ、これ多分配信台に映ると思うんで、はい、まあ後々チェックしていただければなと思うんですけど、まだ試合はやってないんですよね。ちょっとぜひね、じっくり見たいなっていうところが、まあ、韓国チームやっぱり勝負に関して結構ガチンコというか、そうですね、ちゃんと勝ちに来ると思うので、そのあまり手の内見せてないんじゃないかな今まで、そうですよね、っていうのはちょっと感じますよね、今までの傾向でいうと。でもやっぱ国柄的なのもあって、あっちは結構そういうところまでしっかりしてるじゃないですか、うんうんうん、でそうですね、日本の人はなんか結構表に出したがるっていうわけじゃないですけど、なんかこう見せる機会が多いじゃないですか。お、僕どっちかっていうとなんか考え的には韓国寄りの考えなので。なるほどなるほど、まあ、大会とかに合わせて自分を調整して、それを情報を隠すなりして、まあ、勝つために一番効率のいい方法を取るというわけですよ ね、 すね、はい、あともう1チーム一応あるんですけど、はい、いやちょっと後悔してるんですよ。後悔インタビューでも紹介させてもらったんですけど、はい、まあ、千葉にマツケンっていう、はい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 、若い三島のプレイヤーがいて、はい、まあ、今大会もう終わったのかな、多分1位通過で今抜けたと思ったんですけど、はい、チョコヤンと一緒に出てる。ああ、はい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 、どこだっけな、なんだっけな、これだ、落ちた鉄拳神チョコミントさんチームですね。そうですね、ナンバー48。いやまあ彼には残念してます。ん、彼には残念な気持ちでいっぱいです。何が残念ですかいやいや、まだちょっと千葉からあんま出たことないっていうのと、はい、結構対戦経験不足なところがまだ多いんで、キャラ的にも。なるほど、まあ、大会に関しては、まあ、めちゃくちゃ心が弱いんで、彼はもっと成長してほしいっていうことですか。もっと、まあ、これを機にもっと。なるほど、一応、この落ちた鉄拳神チョコミントさんチーム、はい、06ブロック1位で通過してますね、はい。試合見てましたけど何もせずに、試合見ていたけどもそのマツケンさんだけが何もせずに、まあ、何もせずにやられてたシーンがちょっと目に映ってしまったんで。なるほど、これはちょっと見逃せなかったと。そうですね、
まあもう後で説教です。後で説教、はい、さてそろそろ、第2ターンですね、はい、第2ターンの方の受付の方が済んでいっているとこれから状態ですね。また始まるわけですか。そうですね、先ほどまあかなりあの会場人いたように見えたと思うんですけど、あれ半分ですからね。あれで300人 で、 でこれからまた300人です。なんか会場広いから、あ、なんか意外と余裕そうだなと思ったけど、実は半分しかいなくて、そういえば半分だと思って、はい、いや試合あるんですよねこれから俺も。あ、そうですよね、はい、公式サイトが落ちたというと、マスターカップの、どうやら今マスターカップの公式サイトが落ちたと、アクセスが多くて。なるほど、はい、あ、一応予選結果の出していただきたいですね。じゃあちょっとカメラの方で、ずっと落ちてるよってコメントがありますけど、ずっと落ちたんだ。今は画面の方には、ブロック1の結果が映っております。そうですね、これ1位通過した、チームだけが二次予選に進出できて、2位と3位はワイルドカードに行くと。はい、はい、これは、ペコスも、チームメンバーである東京ヒップホップ愛好会が1位と。そうですね、では次のブロック2の結果の方をちょっと見ていきたいですね。ブロック2は、先ほどペコスも注目チームとして挙げている、カッコカブアジアンゲートマーブー率いる新宿勢と立川勢による非常に強力なチームですね。はい、ではな、ブロック3行ってもらいましょうか。はい、ブロック3はセレムラコーポレーション N、 これはプーちゃんですね。あ、名古屋のプーちゃん率いるチームで、だったはず。これも強いですよね。ここもね、強いですね。まあ、プーちゃん率いる非常に強力な三島使いたちで構成された、そうですよね、チームですね。三島筆頭の、はい、ダブイミみたいな感じってコメントがありますが、ダブイミではちょっとね、ダブルイリミネーションとはまた違って、まあ1位の人がまず二次予選にシード的な感じでいけて、で2位3位のチームはワイルドカードということで、代表者、ワンオンワンによる64チームのとんでもない厳しいトーナメントを勝ち上がると、1位通過と同じく二次予選に進出できると。で、二次予選は32チーム、そうですね、125分のベスト32選ばれまして、おうおう、でそこでさらに、振り分け、まあ、ここでトーナメントが発生し8チームを決めます。そうですね、で8チーム、この8チームによって決勝トーナメントが争われると、はい、いうレギュレーションになっております。次はブロックナンバー4ですね、4、1位通過したのは東方ビハイ荻窪の、チームですね。そうですね、最後チェアーさんが映ってたチームですね。あ、はい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 、はい、ここ結構キャラが面白くて、ジェシーが3人いるんですけど、他が全部随分割れててすごい面白いチームですね。そうですね、彩りのあるチームですね。はい、そうですね、怖いチームですね。あの対応もめんどくさいということで相手に嫌がれるチームだと思います。はい、そしてまああの下馬評としてはこのセレムラコーポレーション J、 ハマハーとノブ、そうですね、率いるチームということで非常に強力だったんですけども、はい、ここは東方ビハイが勝利と。そうですね、では、ブロックナンバー5お願いします。1位はシャナプロデュース。そうですね、これシャナプロデュース、おー、ここも下馬評でも注目ですよね。なるほど、シャナプロデュースの、ナンバー24、ナンバー24ですね。そうですね、シャナちゃん、キム君、ゴン、ショ君、そうですね、若手系なメンツで組まれてますね。エディクリの多いチームですね、随分と。そうですね、エディクリが、まあ、同キャラも含めて 5キャラ、全員ってわけじゃないんですけど、あと残りの2組はラースということで非常にめんどくさいですね。それでは、ブロックナンバー6お願いします。1位は、先ほど、ま、ペコスと同じ地域でやっていたマツケンさんがいるチームですね。そうですね、もうマツケン、ペコスなんかよく知ってると思うんですけど、非常に
強いプレイヤーですよね。いやダメです、強いって言っちゃダメです。あ、そうですか。まだ早いです。調子に乗っちゃいます。まだ早いです。そうですね、まあそこそこ強いですね。はい。じゃあ次ブロックナンバー7、1位通過は敏感クラブ。はい、これもさすがの台頭ですね、敏感クラブ。福士、博士率いる桜の巻アミューズメントパークの常連たちによるチームですよね。そうですね、今は亡き茨城の桜の巻アミューズパークを中心に活躍したプレイヤーということで、1人レイジーに関しては、まあ、都内の若手プレイヤーということで非常に強力ですね。では次ブロック8、1位はカスミンプロデュース。さあカスミンプロデュース来ました。お、先ほどもちょっと説明してましたね、まあ、この中にカスミンプロデュースって想像つきづらいかもしれないですけど、ゼストといっちゃんっていう都内の有名プレイヤーが入ってますね。なるほど。サスケモッチなんかは、北関東、うん、非常に大御所というか有力なプレイヤーですよね、サスケモッチ。さあそれでは次ブロックナンバー9は、1位はスペシャリストですね、投撃、去年の投撃覇者、はい、青とラティンを含むチーム。はい、そうですね。マリオカーためるカレーポンゼウガルっていうのも非常に実力者ですからね、はい、今回あれですね、 JP ついてないですね。あ、 JP ついてないですね。JP はついてないですね。JP ついてないですね。スペシャリストと、はい、そうですね。次ブロックナンバー10、 1位は小池ファミリー。19ですね、ナンバーはい、19小池ファン。あ、ミスターのあ、ホームページがどうやら復旧したようなので、そうですね、あれですね、見ていただければと。そうですね、まさか公式ページがなんとか復旧しました、はい。コメントありがとうございます。原因は号泣してないです、ありがとうございます。小池ファミリー、鉄拳といえばミスターというところはありますからね、自分でミスターよく言ってるんですけど、すね、長い間鉄拳をやっていたので知ってる人も多いと思いますっていうのが自己紹介なんですね。なるほど。でそれに対してミシマスターが冬のある日ですね、12月頃に、はい、いやミスターの紹介文の1行目ぐらい今日は寒いねっていうコメントをしてて、はいはい、ちょっと笑っちゃいました。さあしかしこの小池ファミリーも立川を、ね、メインとしたチームで非常に強いプレイヤー、はい、ユキさん、ピデ君、はい、制裁バッツという、これ総合力の高さがかなり高いですね、はい、素晴らしいチームだと思います。はい、ブロックでは次ナンバー11位お願いします。1位は箱舟、ね、新宿ジョイボックス、今はなき、鉄拳 5DR の DR6 とかなり盛り上がっていた新宿のゲームセンタージョイボックスを根城としたプレイヤーたちによるチームですね。そうですね、まあ、何気にしれっと純ちゃんという投撃覇者が入ってますと、はい、投撃覇者ということで、ああそっか、はい、強力なメンツですね。ここもまた、まあ、順当ですね、コメントをいただいてますけれども、そうなんですよね、結構順当ですね本当に、はい、そうなんです。では次ブロックナンバー12位お願いします、はい、1位はピーちゃんと愉快な仲間たち。ピーちゃんと愉快な仲間、ね、いやここもやはり来るかといった正直なところですね。67番ナンバー本ん？ピーちゃん、トライバル、ガンジャマン、アカライジン、ニシ、いや強力ですね、まあ、ここもかなり順当なんじゃないのかな。これは新宿系ですね。そうですね、はい、とピーちゃん、トライバル、ガンジャマン、アカライジン、ニシ、これニシは、ね、今裏配信してますあのユウさん、ユウよりも先にフェンで鉄拳王になってる。そうなんだよね、はい、それちょっと連絡が来て結構笑っちゃって、そういうこともあるんだと思って。そうですね、まあその他にも固めてるメンツが非常に強力ということで、そうですね、これダークホースといかないまでも優勝は狙える、はい、はい、全然ありますよ ね。ではブロックナンバー13お願いします。はい、この13がちょっとあの実況でまだ発表してなかったところですね。はい、はい、後から決まったところです。あ、そうですね、後から決まった。はい、1位はケンちゃんファミリー。そうなんですよ、ここ見てほしいのは2位ですね、ジョイボックスを下してる。ジョイボックス、はい、そうなんです。あ、ジョイボックス2位ですね。そうなんです、ここってケンちゃんファミリーの他に韓国っていう千葉の競合も2つ入ってたんですけど。なるほど、はい、あのケンちゃんファミリーっていう埼玉のケンちゃんブライアン使いですね、はい、を筆頭にしたプレイヤーで、ケンちゃん、美咲、沢北、かげろう、オルタネイティブ、これも赤段から上段。そうですね、はい、ケンちゃんがもう結構上の方の段位ですね。そうですよね、まあ、ケンちゃんファミリーというだけあって立役者、これジョイボックスを下してるんですよね。そう、ジョイボックスのメンバーはね、あの、はい、ホンダでしょ、はい、
で、ジロー、はい、ユー、音符、ラザニア、はい、ヤンパンと、まあ、いやかなりいいメンバーなんですけども、いいメンバーですね。それは下して1位と、ケンちゃんファミリーが勝って1位と、はい、はい、これは要注目なんじゃないでしょうか。さて、ね、次部ロックナンバー14お願いします。1位は韓国から来ました。先ほどですね、話題にも上がったコズミックホラー鉄拳プレイヤー大畑さん率いるチームですね。そうですね、先ほどからコメント見てると、やっぱり昨日の配信見てくれた方はちょっとね、大畑やっぱり人気ありますから。そうですね、ここに大畑だけでなく、その韓国の冷麺星人や蜃気楼といった、はい、まあ、非常に韓国のプレイヤーでも強いプレイヤーがここ、うん、日本のプレイヤーとタッグを組んでチームを組んだと。そうですね、やはりペールナなんかも、はい、非常に有名ですけど、あと一人シューディー、非常に綺麗なプレイスタイルでリー・ジンと鉄拳タッグ2らしからのタッグで挑んでくるモラリストプレイヤーですね。かなりプレイスタイル的にも彩りのあるチームかもしれないですね。そういう意味では冷麺星人のロジャー楽しみです ね、はい、ここは期待したいと思います。では次ブロックナンバー15、1位はリアルネッパー。おう、リアルネッパーナンバー20ですね。はいはいはい、あ、これ三重愛知の、はいはいはい、先ほどのあの配信台最後に映った、あ、やってます、ミシマスターの率いる鉄拳5チームとの戦いを制した、ね、三重のプレイヤーをメインとするチームですね、うん、そうですね。これメイラーっていうプレイヤーなんかこうレイ使いっていうとやっぱりフルミズとかのイメージがあるんですけれども、はい、そこに追従する実力を持ってるというプレイヤーですよね。レイ使いとしては必見かと思います。他のメンツも竹坊、ラムちゃん、あっちゃん、二毛作、さっき二毛作ミシマスター戦で非常にワンチャンスのある、はいはい、選択肢を取ってたので危ない存在ですね。二毛作は結構その大会で活躍しているイメージはありますね。やっぱりありますね。長く見てるとマスターカップなどでも、はい、今までもなんかいいところで活躍してたなっていうイメージありますね。では次ブロックナンバー16、はい、1位はクーピーおいしい。あー、クーピーおいしい、ナンバー16ですか。闘撃、あ、マスターカップ3の覇者オリバーの呼びかけによって立ち上がったチームですね。そうですね、これさっきもボブで G 君銀杏っていうのがいたんですけど、それとはまた違う、はい、千葉の G っていう、千葉の G ですね、はい、これコンボ職人でしてデスコン職人ですね。ボブクマっていうタッグがすごい減るらしくて、これペコスなんかは詳しいかと思うんですけれども、はいはい、そうですよね、そうですね、はい、あとはチルチルマルっていう非常に、まあ、当たりたくない組み合わせが結構マニアックなキャラも入っていて、バランスのいい構成とも言えなくもないですね。その上総合力も決して低くはない、うん、素晴らしいチームですね。では次ナンバー 17ってないか、16までですね。で17から31までがこれから行われる第2ターンになります。そうですね、まあ、今のところはかなりジョイボックスの敗退が目立ちますが、敗退ではないですね、ワイルドカード行きが目立ちますが、1予選通過は順当なところと言えるのではないでしょうか。まあ順当なんじゃないですかね。そうですね、ここは行くだろうみたいなチームは、まあ、はい、大体1位通過している。そうですね、このままで行くと、第2ターンも非常に熱い対戦が行われるかと思いますので、ぜひぜひ、動画をご覧の皆さんを、会場で観戦だけで来ている皆さんをみんなみんな、楽しんでいっていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、お第2ターンの受付を終わらせている人は自分のプレイする筐体のところに集まっておいてください。お願いします。さあ画像映ってますね、これマスターカップ3覇者オリバーですね。おっと、ここで画面に映ったのはまさかの、ちょっとオリバー邪魔かな、オリバー邪魔、あ、オリバーが邪魔ですね。オリバー邪魔かな、はい、マスターカップ3覇者が邪魔ということで、ハメコさん、このお方はまさかの、まさかの、そうですね、コメントありがとうございます。はい、その通りでございます。膝マスターですね。そうですね、はい、あ、そのコメントはいりませんね、はい。あ、鉄拳人気、そうですね、格闘ゲームの中では、はい、まあ、600人以上も集まってくれる大会ということで、はい、終わんない終わんない終わんない、
あ、この床面一番左がオリバーですね、マスターカップ3覇者、今回久々の復帰です。いやでもあれですね、個人的に思ってたよりかは全然荒れなかったですね、今のところは。あ、もうちょっとなんかこう、いろいろあるかなと思ったんですけど、はい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 、まあ、無難にというか、かなりそうです、ね、うん、順当っす、ね、そうですね、本当に、はい、ちょっとこの先が、まあ、より楽しみになりましたけど、どう荒れていくのかっていうのが。第2ターンの受付を済ませた選手チームは、自分がプレイする筐体のところに集まっておいてください。お願いします。ここ暑いね、熱気がすごい。あ、ダメ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 、それはダメだよ。あ、ただいまの時間は、第1ターンが全て終了しましたので、続いて、一次予選の後半戦第2ターンへの準備が行われている最中です。第2ターンですね、はい、もう準備はだいぶ進んでる感じですよね。もう少々お待ちください。これ例えばハメコさん出てる時、あ、代わりいるか、A ブロック、A 拠点です。第2ターンなんですけども、ナンバー8レバーは丸田チームと、ナンバー95ニコニコの中の人とその信者たち、ナンバー47ラズ様の奴隷、そしてナンバー91超ギリギリ間に合わせチーム、この4チームは A 拠点まで集まってください。お願いします。レバーの交換とかが多分あるんで、韓国チームがいるので、なるちょっとここだけ早めに集まっていただけるとありがたいです。お、配信席でやるんですね、韓国。はい、やりますよ。この後の試合をね、ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、試合というか、注目チームとしては、レバー丸田、韓国チームですね。ヘルブミ率いる韓国のプレイヤーたちによるチーム、そしてナンバー30新関西我々クラス、おブリブリ丸率いる関西チームですね。そしてナンバー2大日本風力発電所外電や、まあ、この辺りかなり注目のチームが配信台に乗りそうですね。第2筐体、第2ターンの A 筐体で試合をするチーム、レバーは丸田、そしてニコニコの中の人とその信者たち、ラズ様の奴隷、超ギリギリ間に合わせチーム、この4チームは A 筐体まで集まってください。お願いします。11時45分あたりで1回配信に休憩が入りまして、12時あたりから再開という感じですか。はい、あ、なるほど。11時45分まで第2ターン のエントリーの受付の方がそこで締め切らせていただいて、その開始までは配信の方はちょっと準備という形に
させていただきたいと思います。入りますこっちに。あ、音入ってるってコメントありがとうございます。音声聞こえますでしょうか。コメントお願いします。 OK ですね。はい、ありがとうございます。そうですね、右側の人は韓国チームですね。え、聞こえません？マジっすか？音なし？聞こえてますよね。そうですね、聞こえてなかったらコメント書かない。その通りです、ありがとうございます。騙されてしまいました、ありがとうございます。はい、ヘルプミーですね。いつも通り笑顔してますね。さあ、ここはやっぱり動画ご覧の皆様としても会場の皆様としても注目、韓国がいよいよの登場ですね。ローハイ、ヘルプミー、モキュー、ベンゼンス、ジスーと今回クダンスだったんですけれども、残念ながら家庭の事情と仕事の事情で急遽ローハイに変更ということ。あ、パンフレット購入しました、ありがとうございます。通販でですかね、ありがとうございます。パンフレット、まだ在庫全然あるんですよね。会場で1000円で販売しておりますパンフレット、今回参加チーム、125チームのプロフィール、トーナメント表はもちろん、アルカディアの出張企画である半蔵門鉄拳塾福祉塾長の出張講座だとか、原田 P と、有名女性テケナーの座談会、その他もろもろの多くのボリューム40ページですね。パンフレット、これ本当自分ももう見てるんですけど、これは欲しいですね、鉄拳ファンとしては。あって絶対損しないんで購入の方お願いします。で、パンフレットの表紙なんですけれども、ダダーンとマスターカップ5、これね、表紙書いてくれてるのが鉄拳ネットに登録されてる方だったらおなじみだと思うんですけど、12C ですね、2D イラストプリセット、あーと中見えちゃいました、 2D イラストプリセット書いてくれてる、ジュニーさんが表紙書いてくれてます。このクオリティやばいですよね。あ、そうです、コメントありがとうございます。ニコニコは1100円なんです、通販はニコニコ1100円で、それプラス手数料がかかるっていう形になってしまうんですが、それでもなおちょっとこのボリュームはね、鉄拳ファンとしては逃せないんじゃないかなと素直に思いますね。そうですね、急遽でも来てくれるローハイには感謝ですね。はい、韓国最強のヘルプミーカと。そうですね、韓国最強っていう声もありますね、かなり。あ、そうですね、で、先ほどまで解説やってましたハメコさんがですね、これから選手なんですよ。なので、ここの第2ターンに関しては、ケンさんですね、ジュリミシェのケンさんが解説をお願いします。はい、第2ターンハメコに代わりまして解説を行わせていただきます、ジュリミシェのケンです。覚えてる人いてくれると嬉しいんですけどね、最近ちょっと表舞台出てないんで頑張って実況しま、解説しますんでよろしくお願いします。ケンシさん、ミシェールの太ももについて語ろうぜなんて書かれてますね。はい、メガネ公式じゃありませんあ、鉄拳は難しそうでなかなか手出せないイメージ、この辺ケンさんどうなんでしょうかね。難しそうっていうコメントがありますけれども、いやー、やっぱね、実際、難しいとは思うね。そうですね、まあ、鉄拳タッグ2になってから難しさは上がったんですけれども、ある一定のラインを超えるとすごい面白いゲーム性だと思いますね。そうだね、まあ、タッグの場合は、あ、声ちっちゃいですか、まあ、ああ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、聞こえます。ね、やっぱりタッグ2はどうしてもね、2キャラ使えた方が有利なシーンっていうのが多いんでね。そうですね、まあ、ソロで戦えるんですけど、まあ、どうしても、やっぱり有利な局面を作るためには、タッグの多様性っていうのがね、重要になってくるんで、そうですね、そこで、ちょっと一歩引いちゃう人が結構多いのかなと、はい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 、
なんですけれども、やっぱりアスカとジュンみたいな、うん、割と技の似てるキャラとかもいますんでね。そうなんですよ。ちょっと画面、ね、経験者じゃないと画面見てるだけじゃ分かんないと思うんですけど、結構そういうところも考慮されてて、まあ俗に言うコンパチキャラっていうか、一キャラ使えればもう一キャラもある程度使えるみたいな配慮がされてるキャラもいますんで、そこはねちょっとぜひ一回触ってみてくださいって感じですね。技バーン当てて爽快感あるぜみたいなゲームなんで、まあほぼ技は全く同じと言ってもいい、エディ・クリスティとクマパンダっていう組み合わせもあるんでね、はい、そうですね。その辺から触ってみるのも結構いいかもしれないです。うん、そうですね。とりあえず強キャラ使うっていうのもまあその通りですね。まあ簡単なキャラっていうところから入ってもすごい面白いと思います。さっきトラが一人で戦ってた、そうですねその通りです。だからソロでもできるんで、あとはそうだね、ユウとか福士とかみたいに露出の多いプレイヤーの使ってるラースとかフェンとかそういったキャラクターを使うのもいいんじゃないかなと。そうですね。今やっぱ昔と違って YouTube とかニコニコ動画、あ、 YouTube とか言っていいのかなすいませんね、動画サイトの方でニコニコ動画なんかでいっぱい対戦動画上がってて、それを参考にすれば、あ、こうやってコンボつながるのかとか、はい、そういうのをすごい参考になるんで、ぜひ見てもらえれば思います。そうですね。さあ会場の状況ですね。まあ、間もなく、11時54分ですね。現在まもなく第2ターン、1位予選の後半戦の方がスタートします。前半戦もかなり熱いメンツ多かったんですけれども、後半戦これいきなりもう韓国が出てきたりとか、すごい、あとは関西なんかが、第2ターン関西有力チームですね、入ってたりします。そうですね、キャラチェンジのタイミングとかわからん、難しいところですね。相手をダウンさせちゃえば安全にチェンジできます。相手動けないんで。あ、ありがとうございます。おー、 WiiU 買ったよ、鉄拳 WiiU。なんかすごいお祭りゲーらしいですね。ガードのタイミング絶妙。なるほど。基本的に後ろに入れてれば上段中段ガードできるんで。まあね、チェンジ難しいっていう意見はあると思うんだけど、基本的に、まあ、最初はあ、やべ、もう死にそうだなっていう時にとりあえずチェンジしちゃうのもありかなと。チェンジできずにやられちゃうのもね、もったいないんでね。そうなんですよね。メイドいる？鉄拳の魅力の一つでですね、キャラを好きなっていうか、まあ限定されてますけど、カスタマイズができるんで、メイドの服装とか女キャラ大抵女性キャラにはありますね。全キャラあんのかな。そうですね、チェンジ読まれて7割持ってかれたのさっき見たんだけど、これはチェンジ、そこもちょっと読み合いの駆け引きになってくるところですね。チェンジを読まれてるからこそチェンジせずに何かやるとか。ゲンさん今段いくつです？はい、秘密です、すいませんあんま高くないです。最初からチェンジは、あ、まあ、このゲーム自由度すごい高いんで、なしって行動ってそんなないんですけど、ありかなしかで言ったらなしですかねまあただチェンジに関してはね、バックダッシュより下がるのが早いから。そうなんですよね。バックダッシュでかわせないけどチェンジでかわせるっていう状況もあったりとかね。そうなんですよ、まあ、そういうところがすごい駆け引きが面白いのがこの鉄拳タッグ2の魅力ですね。タッグならではの駆け引き。あ、開幕スライディングで荒らしに行く。なるほど、確かにね、スライディングってすごい反応しづらいんで、チェンジスライディングって。あ、はい、ゲンヤさん緑のヘッドホンです。これレーザー社のヘッドホンつけさせてもらってます。すごい高性能なんで、ぜひ
ツイッターのフォローなんかをしていただいて見ていただければと思います。 T シャツもレーザー社の着させてもらってます。でもお高いんでしょ。はい、ご確認の方お願いします。そうですね、ロゴかっこいいですね。あのレーザー社のものすごいデザイン性が高くてかっこいいです全部。今11時57分なんですけど、12時から予定ですよ、12時から、対戦の方を行っていきたいと思います。で結構みんな注目の、さあ第2ターン始まりますね。さあ、いよいよですね。はい、それでは各筐体審判の方、準備の方は OK ですかね。ありがとうございます。さあ、それでは大変長らくお待たせいたしました、鉄拳界世界最高峰 5on5 マスターカップ5第2ターン一次予選、レディーファイ。さあ始まりました。まずモニターおよび、ニコニコ公式生放送の画面で表示されていくのはやはりこちらしかないでしょう。韓国チームが登場。さあベンジェンスですね。まあ、ベンジェンスさん、ベンジェンスはこれ下馬評では青龍が最高段位ということでしたが、ここに来て段位を伸ばしてきました。風神ですね。対するはメガネ、これはブルースが同キャラ立ってます。そうですね、相手チームニコニコの中の人チームは、配信を担当しているネオタワー率いるチームなんですが、そうですね、チームメンバーのうち3名がマスターカップ発祥の地である富山から来てます。なるほど。これ相手チーム、韓国の相手チームがニコニコの中の人とっていう入ってるのはそういうことなんですね。そうですね、はい。さあケンさんはレイブンの攻略なんかも担当してたことあるかとは思うんですけれども、はい、ブルースっていうキャラ対するとどうなんでしょうかね。そうですね、レイブン、やはりティーソークカウなんかが強力で手を出しづらいといったイメージでしょうか。一般的にレイブン自体は弱キャラって言われてるんですけれども、割とあの高性能な浮かす技が多いんで、なるほど、今度の運び性能が高いブルースとの組み合わせっていうのは結構相性いいと思うんですよね。なるほどですね。まあ、今回レイブンタッグに関しては相方によっては非常に強力なコンボができるということで。そうですね、浮かす技自体は非常に豊富なんで、状況に合わせて使い分けることで、コンボの強力なブルースを生かすことができるのかなと。さあ飛んでビームで KO ですね。ベンジェンスが1ラウンド目から見せてくれました。これで第2ラウンド、まあ、メガネが RK カウンターあって、さあ幻惑していく、これは足し途中 RPLP 入って、さあメガネ両方とも緑カスタマイズですね。早々にデビルカズヤに変身しているベンジェンス、韓国勢が 1P 側ですね。さあ果敢きっちりしている。さあサマンフォースからネタを見せていきましたね。そうですね、さあこれは確定反撃の急量系をミスってしまう斜め上量系ですね、マイナス14に打つ技。さあベンジェンス、まずはリーチをかける。果敢しっかりしてますね。さあ足早い試合展開でまずリードを奪っているのベンジェンス。さあ背向けチェンジですね、ケンさん。はい、そうですね、レイブンは背向けからの技が豊富で自分から背を向けることもできるんですけど、なるほど、はい、背向けのチェンジというのは素早くチェンジできるので相手にチェンジのリスクを与えさせないことが、まあ、しやすいということですね。
さあ奈落をガードしてるがこれは確定反撃届かない。韓国対日本、さあビーム、これはしゃがんでいるが、さあ RK がカウンター、この生 RK カウンターヒットでコンボに行けます。さあここでレイブンにチェンジして、じゃあこれで1ラウンドを取り返す。やはり今みたいなもうどうしてもチェンジしたくなるところで技を当てるっていうのがこのゲームの肝になってくると思うんですね。なるほどですね。まあ、どうしてもチェンジしたいときは相手にもこいつチェンジしたいなってバレてるでしょうから、あえてチェンジしないとかが、そうですね、あえてチェンジせずに追撃に来ている相手に浮かせ技を当てにいくっていう読み合いもできると思います。そうですね、そういった駆け引きが非常にこのゲームの魅力と言えるのではないでしょうか。さあ戦局は若干歪みが入るか。さあ前蹴りで距離を離していくのはベンジェンス。さあこのシチュエーションレイブンはチェンジしたいんですが、あえてチェンジをせず、ここでチェンジですね。さあメガネのチェンジが光る、有利から暴れている。さあアイアンフレイルを置いていく、これでファイナルラウンド。いやメガネチェンジの駆け引きうまいですね。うまいですね。ベンジェンスを相手にしてもなおチェンジを悟らせてないですね。さあここは避け攻撃をやって、さあどうなる、投げはしゃがんでいる、ゲーダン垂直ライトを当てて、体力状況はベンジャス有利、これはうまい、しかしにしっかり最速風神拳で風神拳を入れて、さあ横移動、これは浮かせられない。さあどうなる、最終局面となるか、 RK カウンター、レイジのコンボが減る、どうなる、微妙な局面になってきた。さあ下段が通って、さあコンボを見せなければといったところで大事なシチュエーション、どうなる。レイブンはバウンド技のスマッシュハンマーが軸左側にずれてないと当たりにくいんで、ね、そうですね。しかしそれでもなおブルースの早い展開でまず韓国の先鋒ベンジェンスを下す。いやーメガネ勢いありますね。そうですね、勢いありますね。このチェンジの駆け引きのうまさと卓の通す強さ、精神力ですね、これが功を制して韓国勢の先鋒ベンジェンスを打ち破る。Get ready for the next battle. さあこれ先ほどちょっと2キャラ使うのが難しいなんて話をしてたところで、このクマパンダほとんどほぼ技性能が一緒ということで、クマしか使えない人っていうのはこうやってクマパンダ、そうですね、さっき言ってたパンダですね、こういった組み合わせもできるということですね。さあ実数もまた段位が高いですね。このSOO ってなってますけど、ジスーっていう韓国のプレイヤーです、クマパンダ使い。さあこれはテクニカルなコンボ、タックコンボうまいですよこれ、はい、交代を挟んでいくコンボですね、非常に見栄えもかっこいいですよね。さあメガネの勢いが止まらない、これで無限ステージで最初のラウンドを取るのはメガネ。ジスーどうなる、ウォーハウンド置いてって背向け当てみえ、さあ鮮やかですねメガネのレイブン、めくっていって読み合いが強い、読み合いに全部勝っているのはメガネ。なんで読み合いにこんな勝てんのに勝率が 47% なのか。さあこれは繋がらない、下段まで入って、さあこれはチェンジ、どうなる、美味しいですね。レイブンっていうキャラは当て身判定のある技とか一旦後ろに引いてから攻撃するとかそういう技が多いんですけれども、なるほど、一応技を出せばなんとか読み合いに持っていけるシーンはあるんですが、読まれると非常に リスクが高いんで、そうですね、割と大会では萎縮してしまうことが多いんですが、メガネは本当止まらないですね。そうですね、勢いが非常にあります。さあその勢いを止めるべく1ラウンドを取り返したのは次数のクマパンダ。さあ浮かせ技が入ってしっかりチェンジしている、置き攻め重視、さあクロスカウンターですね、カウンター投げは抜けて通天砲。さあこういった構え固有技があるのも鉄拳のまた魅力ですね。レイブンこれ非常にトリッキーなキャラで相手を幻惑することができていますね。はい、またメガネの方もね、相手クマパーンっていうデカキャラの中でも割と特殊な体型をしてるキャラに対して、はい、きちんとダウン中に当たる技を使い分けてますね。なるほど。
そういった地道な細かい作業が功を奏していたのですが、ラウンドとしては2対1。さあ実数韓国の本領発揮となるか。石鹸修羅の国韓国からの刺客、ガードフードを重ねる、このダメージですね。さあレイブンが出てきて、どうなる。体力状況としては時数有利だが無双が当たる KO。 さあここはさすがの鉄拳修羅の国韓国からの刺客、時数が時報対決ですね。時報対決に持ち込みます。そうですね、メガネ頑張った、メガネ仕事した、その通りです。非常に素晴らしい活躍を見せてくれました。韓国に対するのはニコニコ中の人たちですからねまあそう、ネオタワーさんというプレイヤーがニコニコ中の人ということで、さあ出てきたのはウェットティッシュ姫。Get ready for the next battle. ナスレバーだともっと強いっていうコメントがありましたけど、あのバッチリちゃんとあの韓国チームに関してはナスレバーに反応してありますんで、はい、今回韓国は、あ、コメントありがとうございます。ナスレバー、韓国ってレバーの形が日本と違うんで、それは公平を期すために韓国専用のレバーを韓国では使ってます。さあ選ばれたステージは非常に壁が狭いステージ。もう鉄拳の魅力ってキャラの個性が非常に強いというところもあるとは思うんですよね。そうですね、あとはやっぱり最近の作品になるとキャラクターカスタマイズでもう全然違う見た目にできちゃったりしますからね。そうですね、こんなおじいちゃん拳法キャラもいればクマもいると、それ鉄拳のすごい魅力だと思います。キャラが魅力的ですね。さあこれはリターンの多い投げが通って本拳まで入る。おっとジャンプでかわしている。さあクマパーンっていうキャラはこの構えに対して対処できないとなかなか辛い目を見るんですよね。そう、寝てる状態やら寝そべってる状態やらいろいろと技を出すことができますからね。さあ背面確定が入って、おっとこれは体がでかいせいか、残り時間は15秒。さあ韓国の勢いをニコニコ中の人たちが止めてしまうんでしょうか。これで第2ラウンドへ。また今ねワンのコンボがスカったようにクマパン体がでかい上に腰が引けてるんで、そうですね、空中コンボが結構入りづらかったりするんですよね。そうなんですよ、まあ、その代わり壁のコンボででかいのが入ったりするっていう特性が強いキャラですね。そうですね、だからその辺の防御力の低さをどうカバーできるかっていうのがクマパン使いの腕の見せ所だと思います。間違いないですね。さあスカシ確定に無双を入れてアサルトコンボ。さあ置き攻めが強力だがこれは確定。どうなる、体力状況がウェットティッシュメイピンチだが、さあベアラリで削られてこれで1対1。さあこの先方に出てきているウェットティッシュメイのカポエラという格闘技を使うキャラ、エディですね、はいはい、これも非常にキャラの個性が強くて、そうですね、座りと逆立ちっていう2種類の構えがあるんですけど、そうですね、その2種類の構えを行ったり来たり、もう非常に相手を幻惑する動きができるので、そうなんですよ、こうプロデューサーの原田氏からの情報だとやっぱ初心者にも人気があると。そうですね、ある程度ボタン連打してるだけでも技が出ちゃう、それっぽい動きができるっていう部分があるん で、ね、踊るように戦うカポエイラという格闘技のキャラクターですね。さあこのまま押し切ることができれば韓国相手にウェットティッシュメイリーチをかけることができる。あ、やっぱりコンボ入りづらいですね、クマパコンボが入りづらいですね。さあこれはお外を狙ったんでしょうか。結果往来でリーチをかけたのはウェットティッシュメイ、韓国ピンチですね。そうですね、めっちゃリズミカルに動くんですこのキャラ。さあ下段のメリーゴーランド入って、ここは韓国の意地として負けられない。ラウンドはもつれ込んでファイナル。
まず先制を握るのはどちらか。さあ韓国の実数ですね。壁まで行ってコンボ、この火力。クマパーの四つ足のこの今のハンティングスタイルっていう構えなんですけど、はいはいはい、この構えに対して対処ができないと、そうですね、かなりきつい戦いを強いられちゃいますね。やはりこのハンティングスタイル使い方、実数がうまいというのもあるんですが、それに対処できなかったウェットティッシュ姫が惜しくも敗れる。これで韓国側が時報、日本側が中堅となります。そうですね、春田さんが長文回答してたやつですね、カポエラ。そうなんです、実は韓国でこれ 5on5、 5対5なんで、今出てるのが2人目、団員は風神というキャラです。しかし後に控えてる3人は、まあ、鉄拳神という団員ですね。日本ではまだ鉄拳神という団員は生まれてはいません。さあやっぱりこのクマもカスタマイズされてますね。さあ出てきたのは最強キャラと目されるカズヤ、アケチですね。さあ開幕からリターンの大きい行動を取っていくのは実数。この三島対クマっていうのはどうなんでしょうか、ケンさん。そうですね、キャラ自体は三島めちゃくちゃ強いんですけれども、そうですよね、相手がことクマパンになると、はい、長いリーチで風神にきっちりスカカクを入れられたりとか、そうなんですよね、あるいは構えで風神拳すかされたりとか、はいはいはい、割と面倒くさいシーンが多いと思うんですよね。そうなんですよ、三島和也およびデビル神なんていうキャラは強いだけあってかなり難しいんですよね、コマンドテクニック等々。そういうところも含めてクマパンダに疲れてしまうとラウンド一気に持ってかれる可能性はあります。これでラウンドは第2ラウンド。さあガード不能重ねに行くが、このハンティングスタイルですね、対応できないと厳しいと。カズヤは中段攻撃に関しても割と打点の高い技が多いので、構えられちゃうと結構当たらないシーンが多いんですよね。そうなんですよね、逆に打点の低い技が発生は遅かったりして結構厳しいですね。さあ次数のクマパンダ読み合いが強い。最後は中段を選択。さあクマパン対策できてないなってコメントもあるんですけど、対策されないように、まあ、時数がうまく立ち回ってるっていうところもあるとは思いますね。さあ投げが通って、これはしっかり読んでいる。ワンチャンスで殺したいが、さあ通天砲の3発目のみ当たってしまう。強欲に出し切ってきましたね。まあ、体力状況を見てもありっちゃありかなとは思うんですけど、ハンティングスタイル。さあどうなる、このまま3立てで終わってしまうのか。チェンジして下段を打ちに行く、踏みつけて、さあバウンド、これは美味しい。さあどうなる、うまい、チェンジにリスクを与えている。さあ下段から中段から、さあ逆ワンツー。いや後半ね、明智がちょっと対応し始めたんですけど、やはり序盤に取られたリードが大きかったですね。やはり対応力の速さというところが問われた試合でしたね。そうですね、段位的に韓国は2位の一強まである。その通りですね、新鉄拳神量産組ということで、 JDCR 日本に来ましたね、相当強かったです。さあこのまま次数のクマパンダ快進撃が続いてしまうんでしょうか。副将の登場ですかね。さあブライアン・ドラグノフ、人気キャラですね。結構このブライアン・ドラグノフってハイスタンダードなキャラなんですけど、技術介入度も高くてやり込みがいがあるキャラですよね。そうですね、特にブライアンがどうしても挑発とかジェットアッパーみたいな、ね、テクニカルな技が多いんで、はい、ただ結構初心者にも人気あるキャラだと思うんですよ。かっこいいですしね、キャラが。そうですね、見た目がやっぱかっこいいんでね、はい、技とかもすごいかっこいいですよね。
さあここは熊鉄山で KO。 アパストでとりあえず切り返す。さあこれは対応できないですね。あそこ起き上がりに安定行動の対策があるんですが取れないとちょっと厳しい。でんでと早い試合展開で早くもリーチをかけたのは韓国のクマパンダ使いジス。チョッピングエルボー空中判定なのでバウンドします。さあ壁コンボは入らない。ここを見逃さないのか韓国。さあタッグクラッシュ使ってドラグノフを出していく。これは距離が足らない。シャープナーだけつけずっていって、さあ今のは完全な見切り発射無双ですね。いやーすごい無双でしたね。しかし無双をああやってぶっ放しても当たってるんですよね実は。さあこれも2発目のみが当たってしまう。激変に焦りが見えてしまったか。